1996年の福岡大英ホークスでは、1996年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。1996年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の2年目のシーズンである。大監督2年目のこの年は、日本ハムとの間で大型トレードを行い、リリーフエースの下柳剛義を放出して新たに武田和弘を獲得。 遺跡2年目の工藤君康や若田部健一と共に、先発投手陣を形成。打撃陣は、ケビン・ライマーが対談したが、それ以外の戦力は不変だった。先発陣の強化に成功したチームだが、4月を7勝16敗の借金球で終えると5月に入っても不審で、5月9日の対近鉄戦で敗れると、王監督や選手にめがけて、生卵がぶつけられる事件が発生。 生卵事件に発奮したチームは6月に13勝11敗と、勝ち越して、ようやく再会を脱出すると、8月までは、まずまずの成績を残した。しかし、終盤に4勝14敗と大きく負け越したのが、響いて、再開に沈み、王監督の悲願である A クラス維持はこの年もならなかった。投手陣は、武田、工藤らの遺跡組の活躍があったものの、 チーム防御率は4.04の最下位。打撃陣は4番の国母勇気がチームトップの24本塁打を放つ奮闘を見せ、この年から2番の村松友人が通塁王を獲得するなど、明るい話題もあった一方で1995年に西部から移籍した大ベテランの石毛博則がこの年、限りで引退した。対戦成績では、 V2 のオリックスに12勝14敗と検討したが、2位、日本ハムに9勝17敗と大きく負け越した。ありがとうございます。